よし、やるか。ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。サンジ船じゃ、空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い患いは食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。シンベ、聞こえるか？誰か答えろ。ルフィ、無事なの？まだ船に鏡があるだろう。男部屋とか風呂場とか全部割れ。粉々。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強い奴が目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな鏡終わって、船だけど、それじゃルフィが、ルフィの邪魔をしたい。船長命令よ、急いで。鏡を割られたか。確かにこれでは船に照らすできない。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。うせえ、このうちに負けるか。ケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。分かった、ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。仕留める、上がれ。持ち、なんだ、地面が餅になった。地上にとどまる限り息つく暇も与える。キングコンプ、かけ持ち。カタクリお兄ちゃんはね、ただの無敗の男じゃない。生まれて一度も地に背をつけたことがない、地面をも見下す男。すべて完璧な超人なのよ。なんとか勝負するのもおこがましい。どうやらその状態長くは持たんようだ。そうか、ギアフォースの時間切れか。行けるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。覇気なしじゃ絶対かなわねえ。ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。フリルだよ。大体何のつもりだい。
ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに見えて戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。おう、望むところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、ちびすけ。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答えろ。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか、それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。ロケット、そんな選択肢は用意していない。ロケットよ。本気でやろう。無双の塔。ロケット、やっとロケット。流れ打ち、落ち破弾、掛け持ち、ロケット、ロケット、ロケット、やっと。よし、サウンドマン、ロングオルガン、落ちる、ユースナイダー、だんだん俺の見聞色に近づいて。お前にの攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところでお前が勝てる道理はない。実戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うことにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち、やってやったぜ。何がおかしいんだお前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。
ウェイクも、さっきと少し違うようだ。さっきより速い。角持ち。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか？もちろんだ。俺は
海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、2人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ、俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし調理開始だ。完成だ、ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれプリンちゃん、最後のお願いって何？ルフィ。サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。